このほうじ茶つゆですね、これを入れていきます。はい、どうも料理のお兄さん、リュウシです。どうも皆さん、自粛ムードの中、皆様どのようにお過ごしでしょうか。僕の方はですね、一応料理研究家なんですね。コロナの影響の中でもう本当に家で簡単にできるもの、特にですね、電子レンジとかを使ってですね、誰でも簡単に火を使わず安全にできる料理、やったことない人でもできるっていうような、料理展開を、結構最近はしてますね。食材の流通っていうのも全然変化してきてですね、給食が休止されたので、そのために使うはずだった牛乳が余ってるとか、飲食店さんが使わないから玉ねぎがものすごく余ってるかっていうような、いろんな方々の悲痛な声が聞こえてきますので、そういうものをお家で消費できるようなですねレシピを展開しております。はい、外食もできないっていう状態なので、簡単に家で美味しくできるですね、ステイホーム飯ですね。今回は香ばしい高級感のあるおつゆが楽しめるっていうですね、ほうじ茶そばっていうのですね、作っていきたいです。これがですね、ほうじ茶の香りがねすごく香ばしくてですね、普段のおそばが何ランクアップするのかっていうぐらいですね、美味しいレシピになります。でしかもめちゃめちゃ簡単なので、今回はこれを作っていきます。リュウジのバズレシピ。はい、ではですね、材料説明です。まずね、お蕎麦、乾麺のものを用意しましたが、茹で麺でも全然平気です。はい、白だしですね、大さじ2杯、あとお塩少々、天かすですね、はい、これは売ってるものを買ってきました。はい、あと小ネギです。ちょっとたっぷりめの方が美味しいです。ほうじ茶、はい、伊藤園のほうじ茶を今回使いました。こちらをですね、つゆに、使うことによってものすごく美味しいお蕎麦になりますんで、今回はそれの作り方をやっていきます。本当にすぐですね、できちゃうので解説入れながらやっていきたいと思います。まずですね、白だし、を入れます。このほうじ茶、はい、これをね 300cc、 これをねそばつゆに使っちゃうんですね。お茶で料理を作るって結構ね、日本って、昔からやってるんだって。お茶漬けとかそうじゃないですか。ウーロン茶でお茶漬けをするとかね、中国の方でもねそういう料理もあるんですけども、なのでお茶で料理を作るっていうのは結構昔からやられてたことなんですね。これがですね、お茶ってすごくね香りがいいので、おつに高級感が出るんですね。やることは超簡単です。でこれね沸かしていきます。麺もねもうね茹でちゃっていいです。なぜかというと、これね沸いたらもう完成なんですよ。塩はね沸いた後に入れて味を見ます。冷たい時の汁と温かい時の汁って塩味の感じ方が違うんですね。なので温めてから塩を入れて味をします。温めてやっぱほうじ茶香りますね、すごくね。これと白だしの濃いねだしの味がね調和してすごく美味しいです。このままでも全然美味しいんですけども、少し塩で調味します。はい、これねお好みで大丈夫です。うさじの、好きな方はこのままでも全然平気です。はい、お蕎麦が上がりましたので、丼に移していきます。このほうじ茶つゆですね、これを入れていきます。天かすね、僕はねがっつり入れる方が好きなので、小ネギも盛っちゃいましょう。はい、もうできましたね。もうほぼインスタントです。これほうじ茶そばの完成でございます。それではですね、できましたので早速食べていきたいと思います。いただきます。うまいっすねこれね、非常に高級感のある、香ばしさが、この白だしと合わさってですね、高級なお蕎麦屋さんに来たようなスープに仕上がってます。じゃあ麺の、蕎麦の香りと非常に相性がいいですね。本当に美味しいです。好みで、柚子胡椒とかね、七味唐辛子をかけていただいても、非常にですね、美味しくいただけると思います。これはね、七味唐辛子に少しかけてます。このうまさならお外にお蕎麦を食べに行かなくても我慢できます。二日酔いの時にねこの蕎麦ぜひ食べていただきたいなっていうふうに思います。すごくね、体がねもうリフレッシュするんですよね。具材はいろんなアレンジをしていただいても構いません。茹でたお肉を入れていただいたりとかですね、温泉卵を入れていただいたりとか、スープのベースをこれにしてくださいっていうだけなので、これからの季節ね茹でたそうめんとかでも、美味しくいただけると思いますんで、自由自在にやっていただければなっていうふうに思います。はい、ということですね、美味しそうだなとかですね、やってみたいなと思った方、チャンネル登録および高評価をよろしくお願いします。